ップガールズカッコカリーです。どうもおばんです。そんな言い方しなくておばんです。はい、というわけで、はい、今日もね、ショールーム戦場カッコカリーを始めたいと思うんですけども、まずね、この2人の組み合わせ、うん、なんとなんと珍しくないですね。先週やったばっかりの組み合わせでございまして、はい、2週連続こんにちは、大人チームでーす。そうなんですよ、はい、意外にないらしいよ、2週連続って。こうやって2人とかで2週連続同じメンバー、ね、同じメンバーで連続はね、そう、分かったらしいので、今日から今日更新です。はい、というわけで、はい。まあ先週はね、そんな大人2人でね、なんか大人テストみたいな、なんか違いが分かるかみたいなのやりました。やったやったね。なんかいろいろ、なんだろうね、食べ比べたり飲み比べたり、うん、しましたけど、ちゃんと大人力の方は備わってる2人ですよね、私。そうですよ、はい、アプガの中でもすごい。あなたは分からない。いやいやいや、本当に大人の ね、はい、世界三大チーム名は、はい、覚えましたか。はい、あれですよ、フォアグラ、つぶつぶ、キャビア、ウニ。タピオカとか言われてる。ウニだから、ウニは違うってば。フォアグラ、キャビア、ウニ。いや、1個が本当に思い出せないの。てか、ミコの中でウニなの、三大珍味は。そう、だからウニで行こうと思う、これからも。わかんない、やばいね。うん、ウニだと思うよ、皆さんも。ウニだと思い込んだ大人になっていくそうです。はい、そう思って生きていきます。はい、そんな感じですけど、まあ本日、トゥデイはな、何、本日トゥデイは何をね、してました、私たち、ね、収録してました。そうですね、はい、筋トレからの、筋トレで汗流してからの、ラジオ収録からの、ペシャペシャ喋ってからの、私はボイトレで、あの整体祭が近いので、あの整体さんで歌い、整体祭で歌う曲のボイトレ、言えてないっすもう、してきましたけど、古川さんね、このショールームまでの間、何してましたか？あ、映画見てきました。そこ聞かれといたらいいな。そう、映画見てきました。はい、だってさ、一人でさ、うん、やることないじゃん。そうか、収録終わりからね。そう。いいね、でも映画。なんだっけ、うん、ナイトミュージアム見てきた。あ、好きなんですよ。うん、週、うん、あ、違う、シリーズ3作目なんだけど、うんうん、そう、映画では見れてないんだけど、ちょっと家でも全部1、2見てて、うん、それで、今日3見てきて。おちょっと寂しかった。寂しかった、でもなんかね、寂しい内容だったけど、でも面白かった。あはは、うちなんか意外とね、それすごい、いろいろさ、テレビとかでも放送してるじゃん。そうだよ、ちゃんと見れたことないの。見た方がいい、面白いよ、めっちゃ楽しいってすごい勧められるんだけど、別に内容が何とかじゃないけど、うん、好き、そういうなんかわちゃわちゃした感じね、世界観が面白そうって思ってたんだけど、ちゃんと見てみたいなって。ぜひぜひ。あの、ミコはちょっと髪の毛をちょっとだけキルして、あとちょっとだけね、緑になりましたね。わかるかな、わかるかな、画面越しでわかるかな。ちょっとミーク最近すごい癒しの緑が欲しくて、だからそう、あのね、侍美容室、そう、侍美容室に行って、侍さんに刀でジャギンって切ってもらって、で緑はそこら辺の芝から芝を刈って潰してビショってつけて緑になりました。嘘です、ごめんなさい。はい、でも本当にちゃんとあの美容室に行って、そう、足毛っていうのかな、ミコ少し太った、ミコ少し太ったね、太ってない。やだー、いやー、そうなんですよね、やつわとかでね、美味しいの食べたからね、はい、って食べてる、美味しい。よし、そんな感じで、じゃあ今日もタイトルコールいきましょうか。はい、よー、せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー、イエーイ。はい、というわけで、じゃあ自己紹介いきましょうか。はい、はい、好きな言葉は侍魂、燃えるレッドの戦国みなみです。はい、常に熱苦しいほど全力投球、古川小夏です。今晩もお付き合いください。ください。あ、東京タワーがゆうかみさんから来てるよ。ありがとうございます。ゆうかみさん、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいね、開始すぐすぐに、ありがとうございます。すぐすぐに。はい、というわけで、じゃあまず私今日始まってから苦笑いしかしてない。お願いしますよ。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。もう飛ばしていこう。
こう。はい、ではショールームの参加方法を説明していきましょう。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。はい、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてくださいね。お願いします。そしてバンガー V に参加するには無料のアカウント登録が必要です。会員登録がまだの皆さんはぜひ登録してください。今日は噛みますね、よく。そうですね、甘噛みですね。はい、はい、じゃあランキングを、ランキングを確認したいと思います。はい、ルルルン、3位はグララさん。ありがとう。すごいよ、なんかデビルってますよ。デビルってるよ。あれ、デビルミーコじゃない、間違えた。あ、そういうことね。ミーコ、デビルミーコと間違えた。そうだ、あれあったもんね。そうですね、デビルにもなりますからね、私は。忙しいですね、サムライやデビルやる。頑張ってください。はい、じゃあ第2位はアイペッポユンクさんです。ありがとう。ありがとう。アップアップサムライをご使用していただきまして、ありがとう。いいですね。はい、弱そうな強そうな。そして第1位はゆいかめかっこかりさんです。ありがとう。ありがとう。東京リスペクト東京。ありがとうございます。嬉しい。はい、今こんな感じのランキングで、はい、ございます。ぜひ最後までよろしくね。はい、お願いします。アップアップガールズかっこかりの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日10時から、ショールーム生配信してますので、ぜひ生でもご覧ください。楽しいよ、生。そうだよ、コメントし合おうね。はい。というわけで、ここ1週間の出来事なんかをね、ちょっと振り返りたいなと思うんですけど、まあ、まず何といっても47都道府県ツアー、今回四国戦でしたね。はい、四国編、四国、四国3連戦攻めてきました。はい、できました。はい、はい、まあ、高知、高松、松山と回ったんですけどね。うん、どうでした？いやー、もうまずその3連戦の1戦目の高知はアプガーとしても初だし、戦国としても初だったんですよ。でやっぱり高知っていうのは龍馬さんの生まれた土地じゃないですか、坂本龍馬さん。もうぜよぜよ言ってる私からすると本当に行きたかったところだし、あの行きの新幹線じゃない、飛行機でもあの幕末スペシャルの本を読みながら高めながら行ったわけですよ。したらね、空港着いた瞬間に龍馬さんがそびえ立ってて待ってくださってて、嬉しかったですね。あえて私のね、飛行機の中のね、なんかね、苦痛をね苦痛すごい聞いてほしい。聞きますよ。私の、はい、私3人並び席の真ん中の席だったんだけど、ミーコがね、黙々とそのね、なんだっけ、幕末スペシャル、幕末スペシャルって本を読み始めてこっち側の人はですね、本当のフランスを教える本とかやばい。それをおもむらに膝に出して、みたいな、いや知るかよみたいな、なんだよこの、何両側してキャラ出してきてみたいな、フランスと幕末みたいな、いや飛行機ぐらい落ち着かせないみたいな、なんで飛行機でこんな突っ込まなきゃいけないのみたいなさ、すごいね、2人ですごい嬉しそうにさ、読み始めてさ、あーそうですかっていう。もうすごいの、そんなところでキャラ出してこなくていいし、うん、読み始めたと思ったらすぐ2人とも寝ちゃうし本当に読む気あんのかって話。いやいや読みましたよ。でもやっぱね、飛行機いい揺れですからね。まあ、でも読みましたけどまあでもね、ひたすら1人で突っ込まなきゃいけないの、寝るんかいって1人で2人とも寝てるから聞いてくれないっす。大変な思いをして向かわれた。でもそんなコーチで、ちょっと古川こなしさんがなんか大人気だった。そうなんですよ、高知は私がすごい人気で、はい、どこのお店に行ってもこなしに会えるんですよね。すごくないですか。びっくりしました、私も。はい、では柑橘類で、うん、そのこなしっていう種類っていうか、うん、があるんですよ。うんうん、あのみかんみたいに皮を剥くんじゃなくて、うんうん、あの皮を削ぐみたいな。ああ、いや、ライブで抜くんじゃなくてって言ってるじゃん今聞いてるライブでそうそう、で、こうちょっと皮を残して食べるらしいんですけど、ちょっとみかんよりも酸味があって美味しいんだよ。こう食べたことあるんだけど、そう、それがすごい、あの、高知で有名なんだって。だから、こう、あっちこっちにあるらしくて、それをすごい、こう、みんなが言ってくれるわけですよ。あ、こなついてるみたいな。そう、今日こなついっぱいいるね、みたいな。それはすごい嬉しかったんだけど、でも何よりもみんながさ、よかったじゃん、こんな人気になることないでしょ、みたいな。いや、大きなお世話だよ、みたいなさ。いやー、すごい。本当に。めっちゃ良かったねみたいな、もうここに住めばいいんじゃないみたいな、いやうるさいわみたいな
そうだね、住んだらめっちゃ常に小鉢だらけになるから、ね、そうですね。あ、共食いですかって言ってます。いや、共食いしましたよ、私も。あ、小鉢ジュース飲んで美味しいでしょ。ね、なんかみんな美味しいってすごい言ってた。そうそう、ぜひ ね、うん、古川小鉢も、うん、あの高知の皆さんに愛してもらえる小夏頑張りたいと思います。ねえ、まあ、あとはあれですね、高松はうどんが楽屋にね、やっぱ香川県はうどんが有名ということで、うん、楽屋にねちゃんと準備してくださっててね、あのありがたいことに。それで食べたりとか、あと岐阜のね抽選会を、あのあったんです、記者会見があったんですけど、なんとそれを私たち香川から中継で、うん、あの贅沢なことに移していただいて、あの中継先の私たちすっごいうるさくて、なんかスタジオっていうか何、会見先で見てる人たちがすごい時差があるって、なんかアプが海外にいるんじゃないかみたいな思われるぐらいなんか時差があったぐらい、ちょっとわちゃわちゃ騒いでたんですけどね。なんか初めてじゃん、こういう香川とかから中継みたいなのに乗せてもらうの、なんかすごいありがたいなって思ったし、あと内容がねうるさかったろうるさかったすいません。あと、あのその TIFF で夏にコラボする相手をグループを決めるっていう内容だったんですけど、私たちはなんとリンクさんとのコラボが楽しみだって決定しました。ありがとう、ありがとうございます。そう、リンクさんです。そうなんですよね、あの久々にコラボするんですよ、ね、2年ぶりとか。そう、2年前にしたコラボとは絶対こう、うん、同じものにはならないじゃん、やっぱ。ね、2年間ね、お互いね、違う2年を歩んできてるわけで、うん、今の、はい、私たちのコラボが見れたらね、いいかなと思うので、はい、頑張っていきたいなと思うので、ぜひその姿見に来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしております。はい、あとは、そうですね、まあ、ツアーはその3連戦があって、まあ、ツアーは、いや今回は元気だったよね、うん、そうですね、そう3連戦なんですけど、みんな元気で、はい、終わった後みんなで、ね、ジュースで乾杯して、うん、乾杯して終わって速攻乾杯して、冷たい飲み物を飲みたくてね、うん、乾杯して古川さんおごりで。いや違うよ、私の財布勝手に使ってるし古川姉さんが安定のさ買ってくれたの、安定のクソガキたちがそうね、あの新井さんと沢さんがよくね、あの古川さんにおねだりしてるんですけど、あの、はい、森さんが、うん、ごめん、こらつごめんねって言いながら、うん、お札を崩してましたそう、みんな古川さんのお財布からめっちゃ面白くない？ごめんって言いながらもそうそうお札入れるっていう、みんなありがとうって言いながらやってるのを森さんがごめんって言いながらお札を崩してキャラ作るなと思ってさ、さすが森さん面白いですよねまあね、本当ね、無事にそれで満足です私結構、ね、なんかそうみんなで乾杯もできるぐらいの元気で、うん、あの松山もね、高松も全部終われて、なんかすごい暑かったね、3年生全部、めっちゃ暑かったんですよ、本当に暑かったし、いや、とにかく元気だったのはすごいね、なんか嬉しかった。それがもう本当に一安心だし、あのちゃんと元気だよって姿をみんなに見せられたのが、うん、あのきっとね、心配してくれてた人もいると思うので、うん、すごく良かったなと思います、思います。ね、あと四国、まあ、4県中3県もあったので、あと徳島がそう残ってるので、また四国の方に、うん、あの訪れられるので、ぜひ四国の皆さんまた楽しみにしててください。待っててください、はい、そんなツアーのね、じゃあ今後のスケジュール、今後のスケジュールをここでまだまだ続きますからね、発表していきましょうか、はい、でですね、今ルーンと来てもう8000終わったんですよ、ここまで松山サロンキティまで終わって、始まるとやっぱさ早いよね、早いね、ついこの間やっと始まったよとか言ってたのにさ、初日って言ってたら8000やから、早いですね。もう次は待ち望んでるのは名古屋ですね、日曜日に名古屋ボトムライン、そしてもう二回しあるよ、吉祥寺がもう東京ですね、吉祥寺が東京の追加公演も、追加公演です、はい、待ってますし、結構ずっと続きますね、あと鹿児島、熊本、福岡、札幌、はい、続いていきます、はい、と来まして、でこっちがここまでが第2弾スケジュール、こっちが第3弾スケジュールとなるんですけど、はい、ね、まあ、何度も言ってますが、はい、私のおすすめ公演はですね、お6月5日米子、はい、で行われる公演でございます、うん、イエイ、なんでって、なんでって、うん、なんで、なんで、それはね、うん、みんなが大好き古川小夏の誕生日だからだよわー、年に1回の大切な日そうなんですよはい、もうね、あのね、徐々にお話が進んではいるんですよ、ちゃんと打ち合わせとかも始めていて、どういう感じにしていこうかってことを決め始めてるんですけど、あの
何でしょう、うん、この私の大事な日に、うん、かっこいいアップがというかこう、うん、また違った一面を見せられる公演にしたいなと思ってるんですよ、うんうんうん、もちろん私が輝く公演にしたいっていうのはもちろんそうなんだけど、うんうん、でもやっぱり私が一番輝けるのは、うん、ダンスだと思うので、うん、そこでね、はい、このダンス私が輝けるダンスっていう武器を使って、うん、私もそしてアップガも輝く公演にしたいなと思っています。このチャンスだからさ一つだけさ、うん、言ってもいい、うん、なんかちょこあの取材で言ってたりとかしたのが、うん、あの皆さん読んでくれたみたいで言われるんだけど、うん、あの振りをつけたんですよ今回のツアーの、うん、つけたの、あのあそうそう、はい、あのアッパーロック、うん、まあ、それ以外もあのメドレー部分がありまして、メドレーの中のちょこちょこと、うん、あのこうこうしたらいいんじゃないみたいなみんなで相談し合って作ってる部分はあるんですけど、うん、元の振りをね参考にしながら作ってるんですけど、一個一曲だけアッパーロックだけ全く既存の振りがなくて、うん、そうすごいね、ダンスの曲は長いんだけどね、アッパーロックのリミックスだけ、うん、既存の曲が全くなかったから振り付けがもうなかったから、はい、うんうんうん、だからそこだけあの、うん、みんなで考えたんですよ、うん、一応みんなで考えたんですけど、うん、でもみんながあの小夏が考えたって言ってくれてるので、うん、まあ、そこはあの乗っかろうかなという感じで、うん、みんなの意見を聞きながら、うん、私が中心になって考えさせてもらって、うん、あのすごい好評なんですよそこが、うん、すごいかっこいいねって言ってもらえてるので、うん、なんかそこを伸ばすじゃないですけど、うん、そういう感じで、うん、いろんな部分一公演通して、うん、いろんな、まあ、ちょこちょこすごいなんでしょうね、うん、プロデュースできる部分変えていけたらなと思ってますので、じゃそれが存分に見えちゃう、見れちゃう、そうなんですよ、ぜひ見てください。6月5日、はい、そのね、はい、6月5日の、公演、少しでも気になったなという方はチケットゲットするには左上のバナーをクリックするとそのチケットがゲットできるということになってますので、ね、あの少しでもね、ちょっと行こうかなって思った方は早めにゲットしておいた方がいいですよ絶対に、はい、やっぱ忘れちゃうってこともあるし人間だからね、そうやね、忘れないうちに、ね、思い立ったら吉ですってということで早めにクリックしてゲットしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。米子でかっこいいアップが待っています。お楽しみ、私たちも楽しみですね。そう頑張るからね、ついていきます。はい、豊川さんに任せて。はい、そんなね、はい、誕生日公演じゃないですか。そうですね、それにちなみますと私もね誕生日公演が出ましたね、4月30日ちゃっかり来ましたね。皆さん気づいてましたか、今日はこんなん来ちゃってさできたばこんなん来ちゃってさできたばっかりのこれできたてほやほやなんですよ本当に。昨日私もいただいたこれ私がプロデュースして手書きのあの今年のデザイン T シャツ、生誕 T シャツです、出来上がりました。そう今回はそうなんですよ、去年同じじゃないの、去年と違うんですよ。いや去年はここの字の色が黄色で、一昨年が白なんですよっていう風に着てるから色を変えよう、色は別にそんな聞いてないけどだから被んないようにし、あ黄色白と着たから今年は黒だと思って、黒で強めにしたいと思ったらやっぱ刀が一番黒で目立ちたいなって思ったんで、今年はドーンとまず刀、私が自分でこう何私服でも着たいとか自分が着たいと思うものを描こうと思ったらやっぱ刀が来たんですよ。こういう T シャツ売ってたら後ろも見せてだって、そう買いたいなって思うでしょみんな。そして後ろはこんな感じ、24これ私服てんてんてん私服でわらみんなのこと考えて、なんかさよく私服てんてんてん、こういうさ数字書いてる私服あるじゃん、わかる、なんか武士わら、武士わらねえ武士わらじゃない、あのよくあるじゃないですか、私服わら、なんかこうスポーティーなユニフォーム系なあの T シャツって後ろに数字書いてるじゃん、だからそれを入れればみんな私服で着れるんだって思って、だからこういう風にドーンってなんかロゴっぽいでしょ風にして、そうだからみんなも私服で全然着れちゃうっていう、そんな素晴らしい、あとねいっぱいね、なんだろう、ここにも武士女道っていう今回のタイトル、ライブのタイトルが入ってたり、後ろにも武士女道って、はい、入っておりますそうなんです。なのでね、あの今日がねこれ初見せ初お披露目なんですけど、なんとこちらもう名古屋からツアーが、そう4月26日日曜日に名古屋でツアーがあるんですけど、そこからなんとも販売しちゃうので、ぜひ名古屋の皆さん、遊びに来てくれた皆さん、 そこから初
届くのでぜひ皆さん楽しみにしててください。お願いします。そう、そしてですね、私服ではきついかも。私服で着れます。そう、それを意識して書いたんですけど、まあまあ今日 T シャツもね初お披露目だったんですけど、もう一つ、ちょっと皆さんにあのお披露目したいものがございまして、お披露目というかね、ちょっとあのね、私今回の誕生日公演ではなんと新しく新曲を披露したいと思うんですよ。実は実はそう、新曲ができちゃったんでーす、イエーイそうなの、実はできちゃったんですよ、この生誕公演に向けた。そうなの、それでですね、その曲なんと、まあその本番でもちろん初公開で見てもらうんですけど、その前に、まあ、せっかくなのでね、いやせっかくこう見に来てくださってるので、ちょこっとだけここでデモ音源、デモかいでもデモ音源ですけど、ふい、あのそれをねちょっと先取りで皆さんにフライングいいと、いいとじゃない聞くってなんて言うんだっけ、フライングリピートリッスンリッスン、フライングリッスンしてもらいたいと思います。では曲どうぞ。拙者アイドル侍、サムライドルでござる人の世の笑顔を糧に、二つ不屈のアイドル魂、三つみんなのハートを切ってくれよう。来て来て来てサムライドル、今日も行く草場右左、たまに遅れて参上で仲間に怒られちゃっても反省するけど気にしない、不幸をあげようと気負いすぎ、一人力んでから回り、親方様にまた怒られ、へこむが明日は忘れてる、頼りなさそうに見えるけどやるときにはやるんです、燃えるデートな赤ゾーナへまといて天下取りのタートにあげる、歌って踊って走ってジャンプでどんどん進め、気合とガッツリこんなんなんかの魂ここにあり、ハート来て来て来てサムライドル、こんな形でここまで、あとはねちょっとお楽しみにしたいなって思うんですけど、結構今結構大々的に公開したと思いませんか、もう今で一番の終わりまで公開しちゃいました。へへいや本当にこれ聞いて高まりますよね、わかりますか、このこうなんかみなぎる感じ、やっぱ音もね和でかっこいいし、歌詞がねなんといってもやっぱこう侍魂だったり侍だったりとかがたくさん出てきて、こう赤備えだったりとか、本当にあのミーコにこうミーコが歌えるというか、ミーコがすごい歌いたいような歌詞をたくさん敷き詰めていただいて、いや本当にそう今ねちょっと書いてたんですけど、やっぱこれは道友さんが、この仮歌はみすもさんが歌ってくださってて、ね、デモとかをね多分ねこうやって聴いていただくのも初だと思うんですよ。でもやっぱ今回はやっぱ来てもらう時に、初披露の前にちょっとでも皆さんにこの雰囲気をね感じてもらいたいなって思って、はい今日は聴いていただきました。はい、どうでしたか。いいんじゃないずっと私一人こっち興奮してる中、ちょっとなんかこう、まあ、冷静に多分じっくり聞いてくださってたのかなっていう、はい、感じなんですけども、なんか、うん、まあ、私は、はいはい、侍じゃないんでえあ
そう、でもね、これこうやって作っていただいたじゃないですか。でこの生誕公演に向けて作っていただいたんですけども、まあでもね、やっぱりこれをね一人で待ってても、私はそれはこう戦いじゃないと思うんですよ。やっぱこう私たちは7人の侍として7人で戦ってきてるからこそ、こうやってアップ画像っていう道を進めてるわけだから、やっぱりこれをね、このね歌をね一人でね待ってるのはね、やっぱり違うと思うんですよ。やっぱ6人のここにね助けがあってこそ、私はこの赤備えで歌えるんですよ、この歌を。なのでミーコの曲じゃん。違うんです、これは歌詞だったりとか。うちらの名前一回も出てきてないですよ。いや出てきてます。はい、あのこうみんなで仲間に怒られるって。そうあの仲間に怒られ気にしないみたいな。気にしなきゃ困るし、気にどんだけ迷惑してると思ったらこっちがすごい気にしてて、まあ、そういうこう常に思ってることだったり、こうみんなが思ってることがすごい詰まってる歌詞なんですよ。しかもやっぱり誕生日当日こそ、やっぱこれを私一人じゃなくって6人にこう手伝ってもらって、6人と一緒に歌いたいっていうのが私の中のやっぱもうイメージが、この歌をいただいた時から、あ、これをそんな勝手な、こっちはさ7人で舞いたいって。曲なんて作ってもらう予定ないんですけど。いや、それでまた見に行くばっかり。そうやってさ、違うんです、そこでですね、あのまあ私は本当に6人の助けが必要だって思ってるし、さらにあの先ほど米子公演6月5日あの振り付けを全部こうやるとおっしゃってたじゃないですか。やりますけど、まあ、自分の公演なんで、私が自分の力で盛り上げようと思ってるんです。そうなんですよ、やっぱり古川さんってそのダンスが得意じゃないですか。でやっぱダンスの実力がすごいと思うし、やっぱ古川さんの振り付けでこう全てがやっぱかっこよくなったりとか見違えたりとか、やっぱいいものになっていくと思うんですよ。というわけで今回この曲を、そんな振付師プロ最高なダンスの古川さんに。舐めてんの？本当に、舐めてんのマジで。あのこの曲の振付を私は古川小夏さんにお願いしたいんですよ。は？そう、この私のすごい思いのこもってるこの曲をかっこよくしてもらえるのはやっぱ古川さんしかいないと思って、小夏のあのかっこいい振り付けダンスセンスだったらさらにかっこよくなると思うの。だからみーこは今回小夏に振り付けをお願いしたいと思って。は？はい、そうなんです。もう今月末だよ、何言ってんの？9日前でございます。もうね、誕生日まで今日も22だから9日前なんです。本当にこんなギリギリアップアップってことはあの承知なんですけれども、でも私はこのかっこいい魂のこもったこの曲を古川さんの振り付けで伝えたいんです。なので古川さんにこの曲の振りをつけていただきたいです。え、小夏が振り付けて、うん、ミーコが踊るってこと？ミーコも踊るけど7人全員でこの曲を、7人のやつを私がつけるってこと？そう、7人全員のこの曲の振りを古川さんにつけていただきたいと。なんで私が？いや、あのね、やっぱりこのね、かっこよさをねより伝えるには私のダサセンスではできないんですよ。私のセンスではできないし、私いいじゃん、ダサい曲になってる。いやダメなんです、かっこよくしたいんです。やっぱせっかくこのね、ガシャンギャシンガシンっていっぱい切ってるかっこいい曲はやっぱかっこいい古川さんにつけていただいて、さらにやっぱ一人で戦えないところを6人みんなと一緒に来てもらって戦って、この曲を完成させたいと思うので、なのでだからこそ6人分、いや7人分の7人用の振りで古川さんにつけて、だから私用じゃなくって7人用の振りを古川さんに、あのかっこいい振りをつけてくれる古川さんにつけてもらいたいです。マジで？そう、すごい愛、熱がこもってるからこそこの重要な振りを古川さんにしかお願いできないんですよ。そう、そう、そうなんです。そう、古川さんのあのセンスが必要なんです、この曲には。マジ？ミーコだけでは偽侍、ダサ侍と言われてしまうので。そうだけど、まあ、ミーコが振り付けられるとは思ってないけど。そうなんです。なのでここはやっぱりそれをこうかっこよく切る曲にしてもらうには古川さんのセンスがないと
できないんですよ、この曲は。え、マジどうする？古川さんのセンスが必要なんです。本当に？この侍をぜひ、あの、強くかっこいい勇ましい侍にしていただきたいと思い、今日はそれをお願いに申し上げに来ました。私ならできるって？古川さんならできます。もはや古川さんしかできません。もうこの夏の冬でしかこの曲がかっこよくならないんです。お願いします、お願いします。私しかできない。古川さんの振りでしかこの曲は生きないです。この曲は本当にこの曲に魂を灯してもらうにはやっぱり私の侍魂だけでは足りないんです。みんな6人の力と古川さんのダンスの振り付けのあのセンス輝く、あの自信あふれる、あのみなげるあのダンスがないとこの曲は魂が燃えないんですよ。はい、そうそうです。そうか、今じゃあ、いいよ。本当ですか？いいんですか？古川さん、分かったよ、分かった、分かった、やればいいでしょ。ぜひ古川さんのセンスを、あの、いいよ、ぜひ全面に。そうだね、はい、2個だけじゃね、うん、どうせつまらん声になるでしょ。だってどうせちょダサくなるなって、はい、言うのは思います。分かったよ。うん、そうやってさ、うん、ミーコ、ミーコばっか、ミーコばっかっていうのを忘れないからね、うちら。いやー、分かってる。分かりました。二度と遅刻しない、はい、しません。二度と位置間違えない、しません。もう返事が違うんだけど大丈夫かな。人の話聞いてんのかな、この人。迷子になりません。本当に、はい、それは無理だって感じです。無理だろ、無理だ、それはないな。これ待って、今結構私今動き始めたんだけど。みんな、こなっちゃんの心が動いてるから。いや、本当私はもう本当にしません。舐めてますよ、やっぱこの人。違うの、本当にもうステージ上でもう、もうしょうがないな、1ミリもずれません。もう、はい、お願いします。いい、じゃあ当日ちゃんとつけるから、うん、絶対かっこよくやってよ。絶対かっこよくやります。絶対間違えないし、本番も間違えないし、かっこよく決めて見てる人がハーってなるように、こなつの振り付けをちゃんとしっかり体に染み込ませます。なのでお願いします。歌詞1だからね、覚えておいて。歌詞ありがとうございます。やったー、古川さんに振りをつけていただけるということが、ありがとうございます。というわけで、ここでプロ振り付け師古川コナツさんにつけていただいて、さらにね、さっき聴いていただいた曲コナツの振りが入り、そして6人みんな全員に助けてもらいということで、あの曲が出来上がるので、まあ、今日はまだデモだったんですけども、その完成をぜひ皆さん楽しみに来てほしいなって思います。今日 OK、 無事に古川さんに OK いただいたので、はい、あとメンバーにもさっき実はもう、あの、頼んだ、あの、文を送っておいたんですよ。お、私新曲ができたんですけど、これはみんなと出たい、みんなの6人の助けがないとできないっていうのをお伝えしているので、あの、みんな、私だけハブだったって。古川さんにはこのショールームで直接お伝えしたいと思ってたので、はい、なのでさっきのあの曲がこの30日見れるということで、皆さんこの古川さん振り付け、みんなのこの力がマッチしたこの曲、ぜひ楽しみに来てください。初お披露目30日です。お待ちしてます。お待ちしております。ありがとう、古川さんのことお待ちしてまして。そうだ、私が頑張るんだからみんな見に来て。そう、そうなんです。振り付けが入り、そう、そしてこちらに今バーナーがありますので、ぜひ4月30日の、はい、ここから行きますので。バナーだよバナーがありますので、ぜひ今聞いて、あ、ちょっとそんな初お披露目があるなら、そんな、あの、振り付けが見れるならっていうことで気がね変わった方もいると思いますので、ぜひここからポチッと皆さん30日遊びに来てください。お待ちしてます。お母さん、ありがとうございます。しょうがない、どうせミーコじゃ何もできないでしょ。はい、本当にそう思います。なので、分かった、自覚してよ、はい、支えられてあなたは生きているんだからね。そうですよね、本当に感謝して、ちゃんと感謝してます。本当よ、はい、そして30日も あのお願いします。 OK、 ありがとうございます。よかった、心のもやが取れました。いやー、よかったです、本当にありがとうございます。じゃあ無事に古川さんから OK もやっていただけたということで、はい、じゃあ
ここは一件落着ということでコーナーに頑張りたいと思います、はい、コーナーに行きたいと思います。そっか、はい、そう、そうなんです、ショールームなのでコーナーがあります。じゃあタイトルコールお願いします。はい、アプガキャスティング会議。イエーイ、キャスティング会議。はい、このコーナー、この夏初めて。はい、初めてですね。そうね、はい、このコーナーですね。あ、何回かやってんの。私ね、やったことあるんですけど。そうなんだ。もしアプガが〇〇をやったらという設定のもと、それぞれが監督やプロデューサーになりきって勝手にキャスティングを決定していく会議なんですよ。なので私たちがこうね、プロデューサー側になれちゃうっていう、はい、感じなんですけど。そういうことね、OK。はい、まあ、これ結構面白くて、はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけども、最初のキャスティング会議は、もしアップアップガールズ仮がシンデレラをやるとしたらです。オッケー。はい、キャストはシンデレラ、王子様、シンデレラを妨げる、ママ母、虐げるママ母、ママ母の娘1、ママ母の娘2、妨げてどうするで、魔法でシンデレラを助けてくれる魔法使い、そしてカボチャの馬車を引っ張る馬に変身するネズミです。お、はい、この7キャスティングなんですけど、7キャラをちょっとね、アプガで例えてちょっとキャスティングしていこうと思います。それもいいの、はい、そうですね。じゃあまず書いて1人ずつ発表していきましょうか。でまずシンデレラ、皆さんもぜひ監督になりきってアプガなら誰だっていうのをちょっと妄想してみてください。え、じゃあ一番の主役から、シンデレラだけ決めればいいの、とりあえず。うん、オッケー。シンデレラいっちゃいますか。これはもう私この人しか浮かばない、一発で浮かびました。この夏も本当に即答。即答ですか。せーの、ブレン。シンデレラ、私は小夏姫。小夏も小夏。うわ、いいかな。本当に、本当にこれを見た瞬間、これは振り付けが上手なコナツしか絶対できない。そうだよね、主役シンデレラコナツだって。そうだよね、見た瞬間思いました。古川さんもコナツと、そりゃそうでしょ。はいはいはい、アプガで姫役ができるなんて私しかいないし。はいはいはい、やっぱこう、うん、虐げられても、うん、惨めに頑張るみたいな、うん、ミーゴ、うん、支えるみたいな、やっぱそういう優しさも持ってないといけないから、ぴったりぴったりのお姫様だなって思います。ぴったりです、本当に今すごい実感してます。でしょ、これはもうこの人しかいないということで。だよね、はい、皆さんも敵役だわ、多分みんなもシンデレラっていうこのキャスティングをシンデレラにしようって思った時から、この役はきっとこの人って分かってたんだと思う、みんな。なるほど、うん、すごい。てかこの人のためにシンデレラっていう作品に選んだんだと思う、うん、あ、なるほど、今日このね、うん、題材も、うん、そう思う。すごい、全てがつながってるんですね。そうだね、はい、じゃあその相手役の王子様。え、マジどうする。いや、ここは私はもう一つしか浮かびませんよ。そうだね、はい。いや、これはこれしかないでしょ。はい、せーの、ドゥデン、綾乃。綾乃さん来たー、はい、さすが分かってますよね。いいじゃない、なんか白いさ、こういう、こういうやつつけてほしいよね。あー、わかる、あの白いタイツみたいな。そうそうそう、履いて実際着ると絶対ダサいだろみたいな、こう妄想でするやつ着てほしいよね。そう、それ着て、そう、しかもやっぱ私はコナツ姫がやっぱ愛してるのは結構綾乃さんとラブラブじゃないですか。なのでここはもう絶対あのさんじゃないとダメだなって思ったので、やっぱ一緒ですね、考えが。探しに来るんでしょ、はい、綾乃が、はい、綾乃が私を探しに来るんでしょ。そうそうそう、ぴったりじゃん。ぴったりだと思います、本当にぴったりです、先輩。じゃあ3人まとめて、3人まとめて、その虐げるママ母とママ母の娘1に一気にいっちゃいましょうか。いやー、これ難しいな。うん、あ、娘1にはね決まってるんだよね。うん、あ、字が、はあ、これはね、見た瞬間にね、兄弟は決まりましたね。皆さんは誰を想像しておりますでしょうか。ママ母でしょ、
ママ母でしょ。ママ母できたよ。あ、難しいな。あ、これ意外と難しい。でもね、なんか、うん、あ、突然苗字になっちゃったいいんじゃないですかね。いや、私もね、苗字入りました。この2人から、やっぱこの2人は苗字なんですよ、私の中でいきますか、せーの、じゃん。じゃあ、古川さんから。ママ母が、うん、佐保さん。おお、なんか、きつそうじゃんそういう役やらせたらあのね、ピカイチいじめを楽しみそうだね。なんか、確かに、そう、うん、で、あれやでみたいな、うん、一種のライバルじゃん。うん、なんかちょっと、新井さんはそういうちょっと意地悪な子供っぽさあるから。はい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 。で、私のライバルだったんですよ。ほうほうほう。なんか好きじゃないとか言っときながら、うん、綾野さんのことを狙ってくるんです、この人。最近ねさん、そうですね。だから、うんうん、まあ、所詮ライバルでしかないけど、負けるんだけど。まあ、そういう、あれ、ね、まあ、負けるんだけど、ライバルにしてあげてもいいかな、みたいな感じ、はい。なるほど。そういう市場もありながらのキャスティングみたいな。なるほど。私結構近いです。私、でも、ママ母が、関根さんで、関根さん、ね、あ、それも考えた、がこうちょっと女王様らしく、まあ、小悪魔とも言われてるぐらいなので、ちょっとそれでみんなをこう引っ張る感じで、それについてく娘が、まあ、娘じゃなくて佐保兄と新井弟私の中では、いや、おかしいじゃんいや、あの二人すごい、待って、ここライバルにならなきゃいけないんだ私でもね、あの二人はどうしても娘には見えなくて、やっぱり男の子兄弟なんです兄と弟感しかなくて、最近の楽屋での行動が。だから一応かっこ兄かっこ弟なんですけど、まあ、まあでもやっぱこの3人ここまで、え、待って、一緒のキャスティングですよ。あと出てない人2人じゃん。ほんまや、一緒ね。いや、これじゃあ同時にいっちゃいますか、2個。そうしますか、はい、うんうん、よし、せーの、じゃん。最後逆だったか。魔法使いが、はい、森崎で、はい、ネズミがミーコ。おお、なん、私は魔法使いがミーコで、ネズミがモリティです。これなんでですか。確かに魔法使いっぽさあるよね。本当、なんかうさんくさそう。うさんくさい。いやいやいや、真実の魔法ですよ、ちゃんとかけますよ魔法は。いきなり魔法使い、明日、はい、目の前に魔法使い出てきたよっていう人出てきたら、はい、絶対にあ、そうっすかってなるじゃん。まあね、大概絶対そうなるじゃん、大概信じない、なんかそういう感じ、はい、嘘でしょ。いや、私はあれですよ、なんか魔法使いミーコってなんかフレーズ的にハマりそうだなって思ったんですけど、まあ、一番はなんといっても、あの、これカボチャの馬車を引っ張る馬に変身するネズミじゃないですか、はい、なのでカボチャ好きじゃないですか、森さんって。確かにねだからでもやっぱそネズミの小ささ的にミーコじゃないなるほど、ちょこちょこしてるでしょ、カチャ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 してる感じでもさ、はい、あのほらアニメのネズミだったらどんくさいネズミいるじゃん、うん、はい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 、ちょっと太ってるやつ、はいはい、あれミーコやった。いや、でもあれミーコぴったりだなと思って、古川さんが言うならその通りだと思って よく隣の人にさ、はい、なんとかしないよって怒られてる、あのネズミミーコあのいっぱい注意されてる、そうそう、いや、そう、ぴったりぴったり、私もそう思いました、多分そう、私これ逆ですはい私がネズミです、だよね、でネズミです、そう思ってたでしょ、思ってました、すごい、ちょっと一瞬の迷いが、敵役だと思って、敵役です、ネズミ、これからネズミって呼んでくださいちょっと下げすぎすぎ下げすぎそんな感じで、まあ、キャスティングでもほぼほぼ一緒っていうことで、ね、やっぱシンデレラの姫は小夏さんで、ネズミは戦国さんなんだなって、そうですね、はい、やっぱ一心伝心しました、一心伝心そうかね、しましたね、はい、というわけでこんな感じで、やっぱ気が合うね、気が合いますね、はい、すごい嬉しいです、はい、じゃあいてちょっと朝見てるんだけどネズミ、はい、すいません、チュー、気をつけます、チュー、というわけでアプガーキャスティング会議でした、イエーイ早かった、チューって、はい、あ、これはそうですね、もういいですね、エンディングに、行きたいと思います。というわけで、皆さん今日もたくさんのコメントやアイテムを投げてくださりありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後にここでのランキングを
確認したいと思います。ではまず第3位、グララさん。天使になってんだけど。エンジェルになってる、さすが。え、てかかわいい。なずみが誕生日当日に、うん、侍になれますようにだって。ありがとうございます。優しいね。チュー。え、なんかさ、この天使コロツ似てない？似てます、すごい似てます。今思いました、私も。あの、ね、巻き髪加減といい、あの、お花が、あ、お花似合っちゃう感じとか似てるよね。すごい、あの微笑みも、うん、超優しそうじゃん。だってピカイチ似てる。似てます、似てます。皆さんこれからちょっと天使って呼んであげてください、ふるかさんのこと。そうだね。はい、じゃあいいですか、第2位って。いいよ。はい、第2位はゆいかめかっこかりさんです。ありがとう、ありがとうございます。あ、リスペクト東京タワーもありがとうございます。ありがとう。マナーアバターですね。はい。お、ネズミ1個かわいいよ。ネズミ1個ぴったりじゃん。あっちゃった、ネズミ1個ハマっちゃいましたね。ハマっちゃったじゃん。じゃあ第1位はじゃん、和田ジェイさんです。イエーイ、和田ジェイ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、そんな和田ジェイさん、どちらから、あの、希望でありがとうってカメラに向かって言うんですけど、どちらからがいいですか？こなつには感謝してるけど、みーこさんで。オッケー。はい、じゃあ行かせていただきます。みんなにはやつ当たりしないから大丈夫だよ。はい、思います。はい、和田ジェイジェイ、今日もありがとうございます。ネズミから侍になれるように、そしてエンジェルこなつさんにこれからもしっかりついていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ちょっとありがとうな、ありがとうございます。はい、ちょっと今日はかしこまりみーこさんで、はい、ネズミのままでもいいよ。だってネズミのいいんですか、ネズミーこのままで。いや、しっかり当日は侍になれるように精進していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ではここでアップアップガールズ各界からのお知らせです。はい、はい、まずは、はい、今週末ですね。はい、ででん、でん、あ、ちょっと、あ、結構後ろだ、どうしようか。はい、これだ、でんでん、24日ですね。はい、午前中、うん、に肉フェス、はい、肉フェス、肉フェス、初の肉フェス参戦してからの、はい、はい、プロレスキャノンボールの上映会がございます。一緒に見たりとか、はい、一緒に見るトークイベントがあったりとか、うん、その後ライブも、はい、あらいまりはいないんですけど、他の国でライブもやっちゃいますので、はいはい、しかもこの DDT さんのこのプロレスキャノンボール、この2人も出てる、登場してるんですよ、実は。そうだろう、はい、なかなか面白い、はい、映像になってると思うので、ね、感動で面白い映画になってるので、ぜひ遊びに来てください。ライブもします。お待ちしてます。次の日、そして次の日が、はい、幕張メッセで行われるニコニコ超会議に参加します。イエーイ、超会議、イエイ、ね、すごい来場者数ですね。そうなんだよね、はい、すごい人数来るし、うん、あのニコ生でも見れるので、うん、ちょっといけないなって方もぜひ、うん、生で見てもらえたら嬉しいなと思います、はい、お願いします。よろしくお願いしま す, しします。そしてその次の日がですね、はい、ツアーですね、引き続き、はい、ででん、こちら、はい、4月26日名古屋元村院にて2公演行われます。イエイ、チケットもまだございますよね、うん、なのでぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてその4日後、先ほどから話してました全国南誕生日スペシャル武士女動画、4月30日誕生日当日です。渋谷 WWW にて2公演行われます。あの、先ほどあの音源をちょっとだけ公開したんですけど、そのライブで初お披露目、なんとどちらの公演でも披露しちゃいたいと思うので、ぜひ皆さん2公演遊びに来てください。あの、どちらか来れる方でもあのいいですので、ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、はい、そして、はい、7月5日ですね、はい、夏ですね、夏、じゃん、日比谷野外大音楽堂にて私たち単独ライブを行います。イエーイ、野外です。私たち初のね、はい、最大規模ということで、はい、しかも単独で野外初なんですよ。初だよ、野外ね、野外うちらめっちゃ好きだから、うん、私たち自身もすごい楽しみにしてるし、うん、やっぱ、うん、私たちのライブは、うん、野外に合ってると思うんですよ。合ってると思います、自分たちで言いますけど。なんか野外、こう野外でまるでフェスで盛り上がってるような、ね、そんなライブにしたいなと思いますので、はい、ぜひ皆さん好きに盛り上がりに遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。はい、
では、そしてですね、YouTube、アップアップガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日22時からショールームで生配信してますので、ぜひ生でも参加してください。見てください。ぜひぜひお待ちしております。お待ちしてます。それでは、今週はこちらでお別れになります、はい、今日は本当に承諾していただき、振り付け本当にありがとうございます。いや本当に頑張っていこうね。はい、ちょっと今日でさらに身が身締まったので、ネズミチュー、身が引き締まったので、はい、そんな思いであの曲をしっかりと、そうよ、はい、作り上げて、せっかくその場を作ってあげようとしてるんだから、はい、あなたがしっかりしなきゃいけないんだからね。はい、しっかりします。ふざけてません。しっかりこう皆さん切っていきたいと思いますので、誕生日こちらにね、あの夜なごと誕生日のバナーもありますので、皆さんお願いします。はい、というわけで今週も皆さんお付き合いいただきありがとうございます。約4000人の方がありがとうございます。ありがとう。はい、というわけでぜひ皆さん来週もまたこちらでお会いしましょう。以上、アップアップガールズかっこかりでした。